魔法少女どかマギカ魔法少女どかマギカの関連作品、マギアレコード魔法少女どかマギカ外伝。マギアレコード魔法少女どかマギカ外伝は、テレビアニメ、魔法少女どかマギカを原作としたスマートフォン向けゲームアプリ。ジャンルは、魔法少女 RPG。略称は、マギレコ2017年8月22日に、アニプレックスより、 iOS 版と Android 版の配信が開始された。2019年4月8日に DMM Games をプラットフォームとして Windows PC 版のサービスも開始した。2011年初頭より多方面でメディアミックスが展開され社会現象にもなったテレビアニメ魔法少女窓かマギカの外伝作品。本作でもメディアミックスがなされており2018年8月から9月に かけて舞台化されたほか、同年10月より漫画作品が連載開始。2020年からはテレビアニメ版が放送された。海外展開としては、反対アザ中国語版が2018年12月19日に、台湾、香港、マカオで、英語版が2019年6月25日に、北米で、反対アザ中国語版が2020年10月13日に、 中国本土でそれぞれリリースされている。このうち英語版は2020年10月30日にサービス終了。反対アザ中国語版も2021年12月24日にサービス終了予定となっている。2016年9月22日から同年9月25日まで開催された原作アニメの制作会社であるシャフトの展覧会、シャフト40周年記念窓語り展。 東京アンコール会場内で制作が発表され、同年9月30日に公式ウェブサイトと公式ツイッターが公開された。同年12月26日に公式ウェブサイトがリニューアルされ、キービジュアルが公開された。その後、2017年3月25日に開催されたアニメジャパン2017のステージイベントにて2017年5月配信の予定が発表された。 しかし、同年5月17日にゲーム全体のクオリティ向上を理由としてリリース開始時期を同年7月中旬に延期することが公式ウェブサイトで発表された。さらに、同年7月28日にはリリース開始時期を同年8月22日に再度延期及び確定することが発表された。 なお事前登録は2016年9月30日から2017年8月21日まで行われた。原作アニメのプロデューサーである岩上敦弘は本作の企画の経緯についてアニメの新作までまだもう少し時間がかかりそうなため窓かまギカのキャラクターが活躍するタイトルを作りたいというアイデアがきっかけと語っている。制作には マドカマギカからのスタッフも参加しており、キャラクター原案を担当した、曹珠梅が10名以上の新規キャラクターを描き下ろす。他、魔女に関する設定を担当した、劇団犬カレーが本作でも魔女原案を担当する。また、オープニングアニメーションと魔法少女変身ムービー、メインストーリー第一部第10章のカットシーンを、シャフトが制作する。音楽は、梶浦由紀が手掛けた。 マドカマギカノ、劇ともも一部使用しつつ、ベッドカジウラが関わらない形で、本作オリジナルの曲が制作されている。また、コラボレーション展開も行っており、これまで発表された、マドカマギカノがアイデン漫画作品をはじめ、外部の作品として、物語シリーズ、魔法少女リリカルなのは、デトネーションとコラボ。 また2019年7月にはカレーハウスここ一番屋とのコラボキャンペーン企画を実施している。2021年4月25日に開催されたマドカマギカ10周年記念イベントにおいて本ゲームの新プロジェクト魔法少女マドカマギカ新霊の制作が発表された。ホムラが繰り返してきた同じ時間の中で存在を消された魔法少女 愛星まばゆにまつわる物語で、ニトルプラスが開発協力として参加し、同社所属の元総バイオがシナリオを手掛ける。イベントやガチャで入手したキャラクターを強化しながら、ストーリーを進行させる、もしくはミラーズに挑戦していくのが、主なゲーム内容となる。本作には、AP と BP と呼ばれるポイントがあり、前者は各種ストーリーやクエストの進行に、 後者はミラーズに挑戦するのに使う。どちらも時間経過もしくはプレイヤーのランクアップ時に回復するほか特定アイテムでの即時回復もできる。なお AP はプレイヤーランクの上昇に伴って上限値が上がっていくが BP は5で固定されている。演出面ではライブ 2D を採用してキャラクターを動かしていることが特徴で。 それぞれが固有のモーションで個性豊かに動くようになっている。ストーリーはキャラクター同士の掛け合いが描かれるアドベンチャーパートとチームを組んで敵キャラクターと戦うバトルパートで構成され大きく分けて3つが用意されている。メインストーリーでは神話を舞台に本作の主人公カンイルハを中心とした物語が展開される。アナザーストーリーは メインストーリーを別のキャラクターの視点から描く。そして、魔法少女ストーリーでは、キャラクター一人一人にまつわるエピソードが描かれる。2017年12月3日に行われた F4 ファンフェスティバルにおいて、メインストーリーをフルボイス化することが発表され、同年12月4日には、第1弾として、プロローグがフルボイス化。以降も、順次、フルボイス化されている。 2019年3月5日に配信が開始された第1部第10章は配信開始時からフルボイス化されていることに加えゲーム内の演出としてシャフト制作のアニメーションムービーが挿入されている上記3種類のストーリーとは別に期間限定イベントという形でサイドストーリーが展開されている内容は特定のキャラクターに焦点を当てたもの正月、夏 クリスマスなど季節のイベントを描くもの、外伝作品やコラボレーションした外部作品を元にしたものなど様々である。これらは通常のストーリークエスト同様にクエストを攻略して進める形式だけでなく物語上で出てくる選択肢を選んでストーリーが分岐する形式やクエストに定められた条件を満たすことで先に進むことができる形式、複数のプレイヤーが協力して 戦い敵を倒した数に応じて、ストーリーが進む、レード形式、ログイン時に、ストーリーが表示される形式など、様々な形態で展開されている。2019年12月からは、メインストーリーに登場した、気持ちと戦うレードイベント、気持ち戦も開催されている。クリアしたストーリーは、アーカイブメニュー内にある、ストーリーにおいて、再び見ることが可能である。 2019年8月より、アイテム、追走の欠片を使うことで、クリアしていない、イベントのストーリーを閲覧できるようになっている。バトルは、サポートキャラを含む2人から5人の編成で行われる。3サングマスにキャラクターを配置し、画面下部にランダムで表示された5枚のディスクから、任意のディスクを3つ選択して、敵を攻撃する。敵をべて倒すことで、バトルクリアとなり、 隠し経験値やアイテム、カースチップと呼ばれるキャラクター育成用のコインなどが得られる。逆に全ての味方キャラクターが倒されるとゲームオーバーとなり、マギアストーンと呼ばれるアイテムを使用してリトライするかどうかを選択することとなる。キャラクターには属性による相性とタイプによるパラメーターの配分や MP の溜まりやすさなどの違いがあり、属性はクレーム、アクア、フォレスト、 ライト、ダーク、無属性の六種類が、タイプは、アタック、ディフェンス、バランス、サポート、ヒール、マギア、そして EX スキルを所持している、アルティメットとエクシードの八種類が実装されている。ディスクは、性能の異なる三種類のものが用意されており、工術するマギアやドッペルを使用するのに必要な、マギアゲージの MP を多く貯めることができるアクセル、縦方向、または、 横方向に配置されている複数の敵を同時に攻撃できるブラスト、チャージポイントが溜まり、そのポイントの積算量でダメージを増やすことができるチャージとなっている。1ターンの攻撃で同一の種類のディスクを3つ選択した場合はコンボが成立し、それぞれ味方全員のマギアゲージの MP 増加、ダメージ量の増加、チャージポイントの増加といったボーナスがある。また、選択したディスクが 全て同一人物のものだった場合には、プエラコンボが成立し、ダメージ量が大幅に増加する。なお、これは、アクセルブラストチャージのコンボと重複させて発生させることができる。ブラスト以外で攻撃する、または敵の攻撃を受けることで溜まる MP が100まで溜まると、各キャラクター固有の必殺技であるマギアが使えるようになる。この MP は後述する。 マギアレベルを上げることによって、最大で150まで貯められるようになり、星5までの覚醒とドッペルの解放ができている。キャラクターは、150すべてを消費することで、マギアの代わりにより、高威力なドッペルを放つことができる。なお、一部の限定キャラクターは星5まで覚醒しても、ドッペルが解放されない代わりに、それに相当する強力なマギアを使うことができる。 この他に、キャラクターにはディスクを選択して、コネクトゲージを貯めることで発動できるようになる、コネクトと呼ばれる特殊能力がある。コネクトは、使用可能な状態になっているキャラクターのディスクを任意の他キャラクターにドラッグドロップすることで発動し、そのターンだけ対象のキャラクターに各キャラクター固有の特殊効果を付与することができる。キャラクターの育成。 強化には大きく分けて4つの要素があり、戦闘や魔力強化で得た経験値によるレベルアップ、覚醒によるレアリティの向上、マギア強化によるマギアダメージの向上、メモリアの装備によるパラメーターの向上やスキルの付与となっている。魔力強化は戦闘で得たジェムと呼ばれるアイテムを使用することで行え、任意のキャラクターに経験値を与えることができる。キャラクターのレベルは、 レアリティによって上限があり、覚醒をすることでレアリティの向上とレベル上限の解放をすることができる。覚醒はレベルが上限まで達し、かつ必要な素材が揃っていると行え、前述した効果の他にコネクトマギア性能が向上するなどの効果も得られる。初期のレアリティが星2と星3のキャラクターは、基本的に星4まで覚醒を行うことができ、 初期のレアリティが星4のキャラクターについてはさらに上位の星5へと覚醒することができる。マギア強化は各キャラクター固有にあるエピソードレベルを必要なレベルまで上げ、かつ必要な素材も揃っていると行える。このエピソードレベルは魔法少女ストーリーの解放にも必要であり、最大で LV5 まである。ドッペルを所持しているキャラクターは、このエピソードレベルとマギアレベルを LV5 まで上げることでドッペルを解放するクエストに挑戦できるようになる。メモリアはキャラクターに様々な特殊効果を付与する装備品であり、効果が常時発動するアビリティタイプと所定のクールタイムを減ると使用可能になるスキルタイプがある。メモリアの育成にはメモリア強化とメモリア限界突破があり、前者はメモリアのレベルを上げることが、後者は レベルの上限を解放することができる。なお、最大まで限界突破を行うと、メモリアの基礎効果が向上する。キャラクターが所持しているメモリアの装備枠は、通常1枠だが、ガチャから同一の魔法少女を複数入手する、もしくはショップで所定のデスティニージェムを入手して、魔力解放を行うことで最大で4枠まで解放される。ショップでデスティニージェムを入手するには、 マギアチップ、またはデスティニーボトルを使って交換することが必要で、かつ、レアリティが星3以下の魔法少女が対象となる。マギアチップは、ミラーズコインとの交換やクエスト報酬、または魔力解放済みの魔法少女を、さらにガチャで入手した場合に交換することで入手できる。デスティニーボトルはイベントなどで得た報酬をもとに、 ショップで入手可能となっている。なお、同一タイプのメモリアの装備は二つまでとなっており、アビリティとスキルをそれぞれ2枚ずつ装備した状態が最大となる。この他に2019年10月28日からは新たに精神強化によるステータスの向上が追加された。必要な素材を用いることで魔法少女のステータスを上げたり、 魔法少女固有の潜在スキルや潜在アビリティを習得できるようになる。BP を消費して行う対人対戦で AI 操作で動く他のプレイヤーの魔法少女たちと戦う。メインストーリーの第一部、第二章をクリアすると参加できるようになる。相手の魔法少女を全て倒せば勝ちとなり、勝敗や所要端数、連勝数、相手が格上か格下かなどの要因をもとに、 ミラーズポイントが得られる。このポイントの累計が一定数に達するとミラーズの先の階層へと進むことができ、ミラーズストーリーを読み進めることができるようになる。なお、これはメインストーリーの進行度合いによって進める階層に政権がかかる。また勝った場合は3枚、負けた場合は1枚のミラーズコインを得ることができ、これはショップでアイテムとの交換ができる。 2018年1月29日からは一定の試合期間を設けてプレイヤー同士のランキングを競うミラーズランキングが不定期に行われている5日間の予選期間中に1日10回対戦しその総ポイント数で上位から SABCD とクラス分けされその後本戦で振り分けられたクラス内で20回対戦して総ポイント数によって上位から3から1の段位が 与えられれるるダニーは星の数で表示されるミラーズランキングで対戦した場合、ミラーズコインだけでなく、ランキングコインが勝敗に応じて得られ、これもショップでアイテムとの交換ができる。ショップは第1部第1章、第2話をクリアすると使用できるようになり、各種戦闘で得たアイテムやポイント、またはマギアストーンを利用して様々なアイテムを入手することができる。 ショップには複数の種類があり、常設されているのは、マギアストーン、ミラーズコイン、サポート PT、マギアチップ、デイリーコイン、それぞれを使用するものである。この他に、イベントで入手したアイテムを利用する、期間限定のショップなどがある。メモリアや魔法症状を得る、主な手段。ショップと同様に、第1部第1章、第2話をクリアすると使用できるようになる。 サポート PT を使用して行うノーマルガチャと、マギアストーンを使用して行うレアガチャと、期間限定ガチャがある。ノーマルガチャからは、メモリアカジェムしか出現せず、魔法少女が手に入るのは、マギアストーンを使用するガチャのみとなっている。いずれも、ランダム型アイテム提供方式のガチャであり、リリース当初は俗に天井と呼ばれるシステムは、実装されていなかったが、レアガチャ。 期間限定ガチャともに2018年1月22日のミキサヤカジ掃除に指定の回数ごとに星4魔法少女が確定排出されるように仕様変更がされた。この際に排出される魔法少女は該当するガチャの排出率に沿ったランダムのものであり、プレイヤーが任意の魔法少女を選ぶということはできなかったが、2019年10月28日からは、 レアガチャ、期間限定ガチャ、それぞれ1回につき1枚、調整やコインと呼ばれるアイテムが入手できるようになり、それを指定枚数を集めることで開催中のガチャでピックアップされている魔法少女を任意で交換できるようになった。また常日の通り魔力解放済みの魔法少女を、さらにガチャで引き当てた場合マギアチップに交換可能だが、2018年8月の サービス開始1周年以降は星4魔法少女に限りさらにデスティニークリスタルを得ることができ、これを5個集めることで任意の星4魔法少女と交換可能となっている。2017年8月から2019年3月にかけてメインストーリー全10章が配信され完結した。副題である幸福の魔女編は第2部開始の告知時に発表された。 2019年3月から10月にかけて、第1部の後日誕となる、夢見る桜、すだちは空を見上げて、第2部の前日誕となる、新兵器の譜、新たな息吹より、クリムゾンリゾルブシンクの決断が、期間限定イベントとして開催された。2019年10月28日、メインストーリー第2部の配信が開始された。また、2021年3月には、 第3章と第4章の間の出来事を描く、リペンデンスブルーが期間限定イベントとして開催された。上浜市9つの区からなる人口300万人、近い大都市で魔法少女に関する噂が多く、口実するドッペルにより、魔法少女がそのままの姿であり続けられる場所、とされている。三、滝原市をはじめとする、様々な都市で魔女が減少している中、 神浜にだけは潤沢に魔女が出現している上に、ここに出現するものは、塚山も含めて、他の町よりも強力なものばかりだという異常事態に見舞われている。市の東西で、経済格差や対立があり、魔法少女の間でも八千代、三冬が率いる西側と十七夜が率いる東側、そして日なのが率いる中央地帯で、おおよその派閥がある。 その他の地域本作が初登場となるオリジナルの魔法少女に加え、原作アニメ、魔法少女窓かマギカの魔法少女や、概念漫画作品の魔法少女も登場する。公式ウェブサイトなどで明示されている、以外のキャラクターの配役、キャラクターデザイン、所属校などについては、ゲーム内のアーカイブ機能、魔法少女に記載されているプロフィールに準拠する。 メインストーリーに登場するキャラクターのうちメッセージウィンドウの名前表記が下の名前のみになっているものをそれぞれが所属しているグループごとにまとめる。レアリティ表記は初期のもの。プレイアブル未実装のキャラクターについては判明文のみ表記。上浜市の魔法少女チーム三日月荘本作のメインキャラクター。メインストーリーはチーム三日月荘を中心に物語が展開される。 桃子たちのチーム桃子、カエデ、レナの3人で構成されるチーム。マギウスの翼メインストーリー第1部にて、イロハたちと対立する魔法少女の集団。魔法少女たちの救済を活動理念に掲げた魔法少女の組織。マギウスと呼ばれる3人の魔法少女を筆頭に、白いフードをかぶった幹部角の白羽と黒いフードをかぶった末端の黒羽で構成されている。 その他の上浜氏の魔法少女み、滝原氏の魔法少女原作アニメ、魔法少女窓かマギかからの登場人物。第1部アナザーストーリーの主役であると同時に、第1部メインストーリーにも関わっていく。現時点では、第2部には登場していない。第2部に登場する、グループメインストーリー第2部に登場する、魔法少女たちのグループ。上浜氏の魔法少女も一部含まれるが、 便宜上ここに記述する。時女一族、第二部のサイドストーリー、新兵器の符から登場。読みは、時目一族。日の下の平和のために戦うを第一とする集団。戦いの障害となる魔女化の問題を解決すべく、自動浄化システムを求めている。神浜マギアユニオンの理念には賛同しており、当初は共闘体制を取る。神浜では、 水徳寺を拠点にしている。プロミストブラッド第2部のサイドストーリー、クリムゾンディゾルブシンクの決断から登場。英字表記は、プロミストブラッド。二騎士の魔法少女たちが結成したチーム。二騎士で起きた惨劇の原因は、上浜市の魔法少女たちにあるとし、自動浄化システムのダッシュと独占、そして何も知らずに恩恵を得ていた。 神浜の魔法少女たちへの復讐を目的としている。メンバーの内ユイナ、ジュリ、アオの3人は、前述したサイドストーリーで描かれた構想の末に、地の名役による儀兄弟のちぎりを結んでおり、それぞれが長女、次女、三女として振る舞っている。神浜では、旧車両基地を拠点にしている。ネオマギウス・マギウスの翼の残党によって作られた組織。 神浜市民会館を拠点としており、かつて、明り花とネムが唱えた魔法少女こそが世界の頂点に立つべきだという魔法少女史上主義を掲げている。魔法少女としての実力は低く、当初は神浜マギアユニオンとプロミストブラッドとの間で板挟みになっていたが、ヒメナの加入後は独自路線を取るようになる。ピュエラケア出張調整屋の集団、中央区に拠点となる、 ケアトレーラーを停車させて一方的に中立地帯としており、どの魔法少女に対しても中立であることを心情とする。午前0時のフォークロアエージ表記は、フォークロアオブレー。気持ちの意思をめぐる争いに対し、傍観者の立場に徹する組織。水族館のような場所を拠点としており、他のチームに魔法少女を潜伏させている。その他の主要キャラクター第一部から登場するキャラクター。 第2部から登場するキャラクターを主に書く魔法少女ストーリーや期間限定イベントストーリーに登場するプレイアブルキャラクターメッセージウィンドウの名前表記がフルネームになっている突起がないものは工場ガチャで実装されたキャラクターは期間限定イベントのクエスト報酬として実装された魔法少女は二人一組で実装された魔法少女はドッペルの代わりに ドッペルに相当する強力なマギアを使用できる魔法少女。本作オリジナルの魔法少女性 A4 世3世2星、一味実装シリーズ作品の魔法少女、魔法少女窓かマギカの関連作品からの登場人物。突起がないキャラクターは期間限定がャでの実装。派生バージョン上記のキャラクターの派生バージョンのうち、メインストーリーに未登場のもの全員、初期、 レアリティが星4であり、期間限定がャにて実装。他作品からの登場人物本作とコラボレーションした。他作品からの登場人物。突起がないキャラクターは、期間限定がャでの実装。魔女と使い魔、噂は、ゲーム内、アーカイブ、魔女、噂に掲載されるものを記載する。魔女、使い魔魔法少女が倒さなければならない敵。その実態は、 ソウルジェムに汚れを貯めすぎた魔法少女の慣れの果て。監修は劇団犬カレー噂第一部に登場する本作オリジナルの敵キャラクター。上浜市内に流れている様々な噂が現実化した存在。特定の噂に固執しており、噂の内容から外れる行動を取る者は容赦なく排除しようとする。結界に似た空間を自身の周りに展開したり、 使い魔のようなものを引き連れているなど、魔女と非常によく似た性質を持っている。しかし、魔力の波動は異なるものであり、倒してもグリーフシードは落とさない。また、自身が司る噂に関係する感情や概念に対して耐性を持ち、逆にそれと体になるものに対して弱いという特徴がある。噂は噂さんと呼ばれる、使い魔のような存在が広めている。 一般人からは普通の人間として認識され、会話で噂を広められる。だが、噂さんが立ち去ると、相手はそのことを忘れてしまい、結果として、誰から噂を聞いたのかがわからなくなってしまう。原案は、F4 侍、監修は、劇団犬カレー。気持ち第二部に登場する、本作オリジナルの敵キャラクター。魔女とも、噂とも異なる存在で、倒した者に、 ブレスレットとなって取り付く性質を持つ。マナは魔女文字ではなく、発見を元にしたオリジナルの記号で表される。その正体は、エンブリオイブと小さいキューベイが一体化した際に、まとっていた宝石のかけらが散らばったことで生まれた存在。ブレスレットは大きな力を秘めている。居場所は、噂があった場所に存在していて、感情の高鳴りで現れるとされる。ウイは、 イブの元の姿であること、小さい旧ューベイは、ウイの魂が格納されていたことやイブと一体化したという経緯もあることから、彼女らは気持ちの大まかな所在地を感知することができる。その最終目的は、すべての気持ちと融合し、最後に自動浄化システムと融合することでイブを復活させること、魔法少女同士を争わていたのもイブ復活後に、障害となる、 魔法少女を排除するためであった。一度取り憑かれると、自分が命を差し出せる相手にしかブレスレットの上と取り外しはできなくなる。取り憑かれた人物は、気持ちとうまく心を交わすことができれば、気持ちが持つ力を行使することができるが、自分の心に乱れが生じると気持ちに体を乗っ取られ力が暴走することがあるほか、心を交わせない場合は、不適格者とみなされて勝手に外れる。 神浜市内で魔法少女のソウルジェムが汚れ切った際に発動する力。汚れを力に変換して使っているため、ドッペルの使用後はソウルジェムが浄化され魔女になることがない。テレビアニメ版では第2期、第2話で見たまによって説明がなされており、ドッペルウィッチという正式名称であることと発動させることで高い依存性と副作用を持つことが語られている。 このうち副作用については、第4話で乱用しすぎた結果、ドッペルが暴走し、主である魔法少女の人格を乗っ取り魔女のような姿になる描写がなされている。実装日は、突起がない限り当該魔法少女の星5実装日と同じ。公式ウェブサイトにて連載されている、本作の公式宣伝漫画。いろはちゃんと、まどか先輩をメインキャラクターとして、 ギャグを交えながら、本作の解説や原作アニメ、魔法少女窓かマギカのおさらいなどを行う。作画はパパが担当。ゲームリリース前の2017年3月10日から8月22日にかけて、週2回の頻度で全46話が連載された。ゲームリリース後の2017年9月19日からは、マギアレポート2のタイトルで、第2部が開始され。 1> 週1回の頻度で新たに第1話から連載されている。2019年7月より再放送された魔法少女窓かマギかの枠内にて、後日のマギアレコードテレビアニメ版の予告 CM として、パパ描き、おろしの漫画を用いた本作品のアニメ CM、マギレポ劇場が放送された。また、マギアレコードテレビアニメ版においても、 法文社発行の関連書籍の CM の一つとして、マドカ先輩とイロハちゃんが新刊を紹介するアニメ CM も制作されている。本作のメインストーリーの漫画家作品。漫画タイムキララフォワード2018年10月号より連載されている。作画は藤藤野が担当。本作のアナザーストーリーの漫画家作品。法文社の漫画配信サイトコミックフズで、 1> 第1話を2019年3月29日に先行公開し、同年5月22日より連載開始。作画は U35 が担当。2019年4月19日発売。ISBN 978から4から8322708482018年7月10日に平仮名家焼の主演で舞台化されることが発表され。 TBS 赤坂アクトシアターにて2018年8月24日から同年9月9日にかけて上演された。演出は小玉晃子が、脚本は畑正文が担当し、本作のメインストーリーをもとにしたオリジナルシナリオで行われる。キャストは平仮名ケのメンバーから約10名が出演するほか、同グループのメンバー以外からも同程度の人数が出演する。 ひらがなけやきからの出演者は2018年7月20日に、その他の出演者は2018年7月23日に公開された。2018年11月24日には、千秋楽公演のテレビ放送が TBS チャンネル2で行われ、2019年2月27日に、同じく千秋楽公演を収録した、ブルーレイ、DVD が発売された。 本作品第一部を原作としたテレビアニメが制作され、2020年1月から3月に、第1期が2021年8月9月に、第2期が放送、2021年末に最終章が放送予定。公式サイトツイッター動画ストーリーマニアレコード魔法、少女マドカマギカガイデンアナザーストーリーに関するカテゴリー。ありがとうございます。